こんにちは、丸さんの映画のパンフレット紹介の動画です。本編見なくてもパンフレットだけ買ってきちゃうってことが、多々ありまして、実はこれもまだ本編見てません。でも気になる、映画です。アーク、まあ、僕もねちょっとあの関わりで今その、まあ、人間が死んじゃうこと、死とかその命とか、むしろ、ね、不老とかね、その不老不死でもない、ちょっと興味があります。まあ、人間が死んだ後にね、こう AI で生き続けることはできるのかみたいなものも関心があるんですが、そんなタイミングで出てきたアークっていう映画が結構面白いです。なんだろう、死んでしまった人の体を、まあ、保存する技術っていうのがあります。あの血液の代わりに特別な樹脂を入れて、まあ、一つは腐らないようにすること、それから一つはポーズを取った形でずっと残すことっていう技術があるらしいんですね。で、まあ、それは最初のテーマになるんですが、そこから今度は不老不死の年を取らないという薬が開発され、薬というのかな、技術が開発されて、それのまあ被験者になっていく人、最終的にこの主人公が135歳という年齢が今ここに書かれています。これね、多分僕もちょっと原作を読んでみたんですが、ケン・リュウさんの原作ですね。ただそれがを映像的にここまで膨らませるっていうのは多分監督さんの腕の見せ所なんだと思いますね。あの小説の中からこれだけのビジュアルをイメージできるっていうのはかなりの力量ですだと思います。と本当にこの剥製ではない、剥製ではなく人の体、死体っていうのかな、をここまでこうある意味美術品、芸術品としてまあ残すっていうことを映画の中で描いています。まあ、一方ではね、その死への冒涜とかっていう意見もあるんですけど、もちろんあります。それはあります。ただ今いろんなテクノロジーの中で AI と一緒に本人の記憶を残そうとかですね、あのこの技術の時代に死っていうものに関する新しい考え方というのかな、本人はもちろん死んでますよ。本人は死んじゃっても周りから見てまだ生きてるんじゃないのって思わせる技術っていうのがあるんですよね。あの、まあ、例えばですけど、まあ、SNS とかで本人はもうとっくの昔に死んでるんだけど、こう新しい言葉として本人がツイートしてたりとかね、あの投稿してたりとかするし続けている。周りから見ればあいつはもう何年も前に死んでるのにまだ SNS では生きてるぜ状態ができるっていうのももうほぼほぼできてますよね。ボットなんかもそうかもしれないね。まあ、そういうわけで、このアークというのは人の死についてちょっと考えるきっかけを作ってくれる作品かなという感じがします。まだ本編実は見てません。パンフレットだけなんですが、今すいません、パラパラあのページめくりながら言っちゃった。芳根京子さんが主演、ミステリアス女優な感じですね。それから寺島しのぶさん、鈴木淳さん、岡田将生さん、それから小林香音さん、ここが渋いな。それから倍賞千恵子さんですね。ちょっと見たいなって気はしてきてます。監督脚本編集が石川圭さん、ちょっと見たいな、これな、これ見てこれかな。多分これからその人の命とか、死とかそういったものをテーマにする作品、まあ、小説、それから映画、ドラマ増えてくるのかなと思います。そういえばこの間、読んだ平野啓二郎さんの本心、あれなんかもある意味そういう詩を扱っている小説の一つかなという感じがしますね。まあ、いわゆる娯楽作品というよりも命、死は何かに対してこういろんな、まあ、今的な、ね、こう考え方を示唆してくれる作品になっているかなと思います。パンフレットもなかなか充実してます。まだ本編は見てません。これから見るかもしれません。というわけで映画のパンフレットの紹介でした。アーク、芳根京子さん主演、石川圭さん監督の作品です。あと賢龍さんの原作です。原作の方もね、比較的短編なので読みやすいかなと、ボリューム的には読みやすいかなと思っています。まあ、この夏ね、あのそういった SF を読んでみるのも楽しいかもしれませんし、この映画を見てみるのも楽しいかなと思います。そんなわけでパンフレット紹介でした。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と、いいねボタン押してくれると嬉しいな。コメントをいただけると、励みになります。そんなわけで、まあ、こうやって時々、映画のパンフレットを紹介している動画を上げておりますので、これからも楽しみにしてください。ではまた。